いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はこの豚バラ肉ブロックをゆで豚にしてみようと思います。まずマキシマムで下味、総合スパイスなのでこれでいいと思います。で、塩、これを揉み込んでいきます。で、このまま置いておきます。ということで、豚肉に味が染み込むまで、まあ、2、3時間あるんで、その間にね、親戚の人からキウイなってるから取りに来たらって言われたんで、その時間使ってキウイ取りに行きます。ということで、着きました。キウイ、キウイ取り、かな。時間待ってる間に豚肉に使うソースを作っておきます。ソースはこの間畑で採れた生姜、ニンニクで、この間ピーターの時に買った醤油ですね。醤油、これ使います。台湾産の醤油です。はい、ここから、ニンニクすって、生姜もすって、で、このとろみのついた醤油でね、ニンニク、生姜を混ぜると、もうこれで味決まってしまうんですけどね。これにもう一工夫、もうワンランク上の冷蔵庫の奥の中に見つけた中華ソース、豆板醤、これをプラスして入れます。これを入れるともっと旨味がプラスされるはずです。それを信じて混ぜていきます。でね、これ3時間ぐらい置いた豚バラ肉、いい感じになっていると思います。これで結構味が染みついたと思います。なのでここから圧力鍋にかけようと思います。やっぱりニンニク、生姜、ローリエ、豚肉入れましたね。で、そっからホール胡椒入れて、でね、朝取ったローズマリーとネギ、これも入れましょう。そしてここから圧力鍋、だいたい15分ぐらいかけていきます。15分もしたら多分柔らかくなるんでね、それぐらいでいいと思います。で、このシュル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 言ってる間にね、
生姜、刻み生姜、針生姜って言うんですけど、それも作っておきます。まあ、後でこう、水にさらすので、そんな辛みはありません。豚肉と合わせたら最高だと思います。でね、なんやかんや言うてる間に、15分経って、そこからまあ時間20分ぐらい置いて、圧力抜いて揚げてみました。どうでしょう。いい感じに仕上がってると思います。これだけ縮んで、旨味も出て、臭みだけ抜けて、最高な仕上がりだと思います。もうここだけ見てもね、かなりうまそうですよね。もうプルプルだし。とあと今日は蒸し豚と、H さんにいただいた、 H 氏にいただいたこれ、佐賀県唐津市の呼子っていうところ、海沿いなんですけどね、あそこイカがよく取れるんで、このイカシューマイいただきました。今日はもう中華料理なんで、これも一緒に、ありがとうございます。一緒にいただきます。さて、ここから、豚肉をカットするんですが、ここ緊張の瞬間ですよね。大丈夫かなと思いながら切っていくんですけども、また半分に切っていきます。中身を見たかったので、いい感じにできてました。肉汁バッチリです。問題なさそうですね。ここからはね、できるだけ薄く切っていった方がいいです。薄く切っていった方が歯ごたえもいいし、美味しくいただけるんで、ね、できるだけ薄く、できたら冷蔵庫で冷やして切った方が簡単かもしれませんが、私はなんせ急いでるんで、早く食べたいので、もう今切ります。少しここで味見をしてみました。最高の仕上がりです。これはうまいです。さあ、これで役者が揃いました。あとは盛り付けです。なるべく平ら、長い皿に盛り付けて、さっき作ったソースを全体的にかかるように、どれをとっても同じ味になるように、上からこうたらっとかけていきます。で、ここで先ほど切った針生姜ね、水でさらした針生姜、針生姜を乗せていきます。これでさっぱり仕上げたいと。そして彩りに刻んだネギ散りばめたらいいんじゃないでしょうか。めっちゃうまそうです。はい、完成です。蒸し豚、それではいただきます。今日はちょっとワンランク上の蒸し豚とめっちゃうまそうなイカシューマイ、いただきます。蒸し豚からね、いただきましょう。これだいぶね、香辛料とかいろいろ使ってね、煮てるんで、もう豚っていう臭みはほとんどないと思います。いただきます。やっぱ
ぱりうまい。もうね、肉汁がジュワって出てくるし、これは最高です。で、このソースなんですけどね、僕は台湾の、ちょっとドロッとした醤油を使ったんですが、なければね、全然普通の日本の醤油で、いいと思います。その、香辛料ですね。あと、ニンニクとか生姜すったり。まあ、七味入れてもいいと思います。美味しい。これビールに合うな。ビールには最高だと思います。トロトロです。うん。うまい。で、エチさん、いつもありがとうございます。美味しくいただきます。このイカシューマイなんですけどね、佐賀県唐津市のね、呼子町かなっていうところ、すごくイカが取れるんですよね。もともとあそこって比較的海水温が低いんで、で、また荒波だから、その玄界灘で生きたイカをすごく取れるんですよ。だから、あそこのイカって新鮮でね、身もプリプリなんで、それを使って手作りのイカ、手作りのイカシューマイ。だそうなんですよね。だから一回食べてみてって言われたんですけど、なんかアレンジしたらアレンジでき、やってみてって言うんです。まあそのまま行ってみようと思います。いただきます。まあタレもついてたんで。うん。うん。美味しい。もう、これも、どういう食べんかな、もうイカです、これ。もうイカ。美味しいですね。もうさ、まさにイカ。美味しいです。これは、これもう止まらないですね。もうこれ完成してるんで、なんかつける必要、なんかこうアレンジする必要もなく、いただけると思います。美味しい。まさに今日はね、もうこれ、天津の店、なんて言うんですかな、ヤンサーって言うんですけど、この、こういう料理ばっかり、こちょこちょこってした料理が並ぶ、料理店に来たような感じです。うん。美味しい。今日はね、昼間なんでビール行きたかったんですけど、まだこっから畑作業をしないといけません。ビールは お預けなんでね、ウーロン茶で乾杯。これちょっとあれですね、止まりません。